国家の法って、まあ、契約論、関東だから契約論だと思うんですけども、はい、世界市民法っていうのはどういうふうに正当化されるんですか？それは全然ないです。とりあえず契約を言ってないとしたら、あともう自然法しかないわけですよね。だから契約とはやっぱり契約僕は世界市民だ、契約だから個人が契約するんだと言いたいの。国家だよ。いつでも解散できる会議もいいんですが、全く逆の発想で、つまりその会議は解散できないというか、僕たちが人類の一員である以上、そこから出られないっていう、そういう発想も有効なんじゃないかな。こちらこれ常設のっていうのは。だからいつでも解散できるんだけど、でもいつでも開けるっていう、いつでも開けなきゃいけない会議なんですよ。いや、いつでも開けるじゃなくて、もう常にすでに開かれているの。世界市民の一人として。いや、まあそれやめられるにもかかわらずいるっていうのは、うん、
死にない、いや、まあ、これは別に、なんていうか、まあ、ちょっとビジョンがないから、簡単に。でも、ないですよ。ないです。ないです。